今年もやばいですね。夏。 暑すぎます。僕もすごい最近思うんだけど、3年前とか5年前の夏ともう別物ですよね。さっき天気予報見せたら、今週は40度ですって言って、<laughs> 体温超えるらしいですから。そんなことね、3年前、5年前なかったですもん。当時は僕も自転車夏は絶対乗った方がいいと。夏だから自転車乗らないなんてちょっとよくわかんないなと思ってましたし、日焼けもしたい。したいというか、適度な日焼けでちょっと健康的に見えるので、適度な日焼けぐらいやっぱりした方がいいから、日焼け止めを塗らなくても忘れちゃっても毎日ぐらいで走ってたんだけど、この間走った時に、 塗らなかったらマジ死んでるなっていう思うぐらいにすごかったんですね数年前はあんまり何も考えないでとりあえず走り出して状況を見ながらなんとかすればいいやってものからもう本当にしっかり準備してしっかり時間決めてしっかり家に帰ってきて休養っていうのをやらないとまずいなというもう災害級の暑さになってるのかなと思いますでもね走りたいわけですよだからそんな方に絶対おすすめのものっていうのを今日は一つ紹介したいと思いますそれでいってみましょうリ で、何が必要かっていうと、絶対に必要なものってなんかもうちょっとチラチラ見えちゃってるんでわかると思うんですけども、このアームスクリーン。これがね、やっぱり3年前まではしてなかった方でも、もう今年ぐらいから使った方がいいよというのがね、一つ提案です。で、僕も実際この間のライドの時に、実はこの伊沢沢のアームスクリーンにつけて走ったんですね。かなりその日暑くって、今年の夏3回目ぐらいかな、3度目ぐらいの予報で35度っていうのを示した日だったんですね。これ暑くなるぞと思って。 いいよいいよとは言いつつも、そんなにすっごい暑い日って実はつけたことあんまりなくてですね。日差しはあるんだけど気温がそこまで上がらない時とかにはつけてたんですけども、本当の真夏のすっごい暑い時は僕は日焼けしてもいいやと思ってたから日焼け止めぐらいで買わしてたんですけども、ちょっとさすがにこの日差しはまずいから試しにこれつけてみようと思ってつけてたんですが、それがもう大正解でした。だから本当にこのアームスクリーンつけた人、お店に来てっていただけるのがつけていて本当に良かったと。つけてた方が絶対楽だってみんな言うんですね。やっぱりつける前までってこんな長さ 袖をわざわざね真夏につけるなんてバカバカしいと汗もっとかいちゃうしよりこう風抜けがいい方がいいに決まってるのになんでわざわざこの長袖着なきゃいけないのってみんな思うんですけどもただかつけたら全然こっちの方が快適だっていう風な人の方が多いんですねでそれはなぜかっていうとこれが暑いっていう効果よりはやっぱりね日焼けによる疲労の方がねやっぱり大きいんですよ今ぐらいのハードル超えちゃったぐらいの暑さだったらやっぱりこのアームスクリーンはねもうした方が大抵の人は楽じゃないかなという風に思うんですねなんで今年はアームスクリーン ととと思思っっててててね皆さんちょっとアーームスキーに調して試してみて欲し試みいいなと思います東京ウィルズで取り扱いがあるものね、ちょっと今日は紹介していきたいんですけども、まず1個目がね、このイザドアのアームスクリーンですね。これ僕がそのライドの時にしてたものなんですが、これね、非常に良くて、ニットなんですよ。イザドアが得意としてるニット。ニットで編み立ててるので、肘のね、この折り曲げる部分だけ目がちょっとね、浅くしてメッシュ感を強めてたりとか、そういうちょっと目でこうコントロールしてるんですね。かつ縫製がないです。これでも全部編み立ててる ので縫製がないんですねだからゴロつきもないということで通常やっぱり下線でこう縫い上げるものってどうしてもここにこういう風に縫製が出てしまうんですね腕とかって結構敏感なんですよこういったところって敏感なのでやっぱりそういうちょっとした縫製でもちょっとゴロつきになったりするんですけどもこのイザドの場合はそういうものがないので結構な長時間乗ってても快適に過ごせるっていうのが一番大きなメリットかなと思いますで、あとはねこのアームスキンちょっと3つ紹介する中でまあ例えば UV カット率どれくらいなのとかま付、あ、け心地どうなのとかその特徴なんなのって話を していきたいんですけども、まず UV カットに関しては、実はこのイザドのやつね、ま、だカタログスペチュール何も書いてないんですよ。他の2つは実は UV カット50プラス以上あるって書いてあるんですけども、僕がつけた感触だと50ないかなっていう気がしました。なんかちょっとやっぱりこれを通した日焼けもしましたし、これをつけてどれくらい乗ったかな。これ5時間ぐらい、すっごい強い日差しの中に乗って、夜家帰ってお風呂に入ったらちょっとピリッとしたんですね。ちょっとこれ日焼けしたなっていう感触があったんで、50プラスあると多分日焼けしないんじゃないかと思うんですよね。なのでそ50まではないかなっていうこと で完全に、そのもう50プラスで完全にもう防御したいっていう人は、もしかしてもうちょっと UV カット率高い方を選んだ方がいいのかもしれませんけども、適度な日焼けしてもいいかなって人はこれでもいいかなっていうのと、あと、こちらのイザザのノアムスクリーンの大きな特徴は、さっきも言った通り、無縫製で、これこう、メッシュみたいになってて、快適性がすごくいいってことかなと思うんですよね。実際これずっと僕つけてたんですけど、全然普段ってどっかついたら脱ぎたくなっちゃう人なんですね。だけど、これはなんかもう別にずっとつけっぱでも何にも別に問題ないや って感じで、ずーっとお店ついてご飯食べてるときもずっとつけっぱっていられたっていう感じぐらい楽なんで、ちょっと肌が敏感なんだよねとか、快適なものが欲しいなって方は、このイザドアのアームスクリーンいいかなと思います。あとね、ちょっとかっこいいですっていうのがあります。ここにこうロゴ入ってて、乗ってる時結構かっこいいんですよね。だそれが一つポイントかなと思います。ちなみに今イザドアのサイズ感がね、S と M があるのかなで,で、僕はね、S をつけてました。ジャージのサイズと同じサイズ選びで大体大丈夫かなっていう気がします。もちろんね、ちょっと色々サイズ感違う人もいるんだなんですけど、という感じです。 次に紹介するのは、こちら、ベロ仕様のものですね。後ほど紹介するリンプロのものは、どちらかというとやっぱりリンプロというブランドのあれもあって、街乗りでも使えますっていうコンセプトなんですね。もちろんまあ、ジャージに合わせてもいいんですけども、今や紹介したイザザワとこのベロ仕様に関しては、比較的やっぱりジャージ合わせが得意で、ジャージの中にこう入れてあげて、上からパッと被せてあげて、しっかりとクリップするというようなものになってます。こちらは、さっきのイザザワとは違って、ちょっとこう、縫製があって、編み上げてるものなんで、フラットシーマーって言ってね、目が限りなく、心付きがないよう ような縫い方はしてるんですけども、こう錆があると言ったらちょっと語弊がありますけども、まあ、縫い目はしっかりあるよっていうモデルになりますという感じですね。ここにリフレクターなんかついてたりとか、こうロゴがプリントしてあったりとかしてます。であとね、これはどちらかというとなんていうのかな、コンプレッションウェアに近い素材って言うんですかね。そんなにその締め付けが厳しいという意味ではなくて、スポーツで履くスパッツみたいな素材を使っていて、ちょっとコンプレッション効果も狙ってるようなものなので、イザドの方よりはちょっときつめかなっていう気がします。このリフレクター部分をね、多分外に向けて切るのが正解かなと思うんです それでちょっと今つけてみますねはい、つけてみました。こんな感じですね。ちょっと長いんですよね。僕、そのアームオーバーを昔買ったことあるんですけども、結構この脇の下ぐらいまでこう引っ張り上げられちゃう感じがあって、海外もんだなーっていう感じがあって、若干長めかなっていうところがあるので、腕の短い人はあんまりお勧めできないような気がします。ただまあ、この辺はね、多少ちょ,ちょっと長くても、この辺でもたつかせてか被せちゃえばいいので、気にならない人は大丈夫かなっていう感じですかね。で、あとは、いい点というか、まあ、つけた時の一番の印象は、接触冷感 機能がすすごいいなって思います付けた瞬間スーッととととすすすするるるんででよね本当にちょっと寒くななぐらいいいいのでこのこ接触冷感機能はいいなと思いますただ、接触冷感機能って結構暑いとこ行っちゃうと、やっぱそこまでね、すごく涼しいって感じにはならないので、こういう普段つけたりとか、あと、キャを行った時とかの冷却した感覚っていうんですかね、っていうのは得られると思いますんで、そういう意味ではすごくいいなと思います。あとはなんか非常に薄手なので持ち運び楽そうだなっていうのと、まつ、あ、けた感じもね、ちょっとコンプレッションあるけどいいかなっていう感じです。骨のリフレクターとかがですね、この辺がいいかなと。 という感じ。UV カットがさっき言ったように50プラスあるので、まあ、こんだけ薄手なんだけど、かなり日焼けが軽減できるという意味では、本当に日焼けをね、全くしたくないんだって人は、日焼け止めなんか塗るよりはこっちの方がずっとね、日焼け止め効果が高いので、まあ、こういったものを使ってあげるといいと思います。すごいタイトでかっこいいですよね。まあ、こんな感じです。で、これちらね、今白使ってますけど、あと黒があります。二色展開ですね。夏だとね、どうしてもこう、火をこう、反射する効果がある白の方がやっぱり人気なんですけども、なんとなくオフサイリングの中でだったりとか、黒のね、 ジジャージにに黒ででででそそのののまままま伸ばばしたたかかかっっこいいとかいいいいいいととうううはやっぱりありりあすすんん好みでね選んでいただけれな思サイズ感なんですけども、今僕は S をつけてました。さっき XS もね、つけてみたんですけども、ちょっとやっぱきついかなっていうことで、で、ジャージもだいたい僕は S 切るんですね、ベロシオ。で、それに対して S なんで、ジャージと同じぐらいでやっぱりいいのかなっていう気がします。なんか XS もつけられなくはないかもしれないけど、かなりグイグイでなきゃいけないので、ちょっとそれがストレスになりそうだなっていう感じはありました。 はい、最後はね、これ、リンプロのやつですね。で、つけた見た感触としては、これもニットですね。縫い目ないので、ニット。 では見立てですかね接触冷感機能はこれもすごい高いですなんかつけたすんスーッとしますね同じニットなんだけどイザドのものよりはもうちょっとだけ薄手若干薄手かなっていう感じがしますで、付け心地の良さって意味ではイザドと同じくらいかなりこうスムーズにつけられる感じで脱着ですねつけるときやっぱりこのイザドとかリンプロの方がニットなんで簡単に靴下みたいにこうやって履けるんですごい楽です一方でやっぱりベロショのコンプレッションのやつはちょっとつけるときに少しこうグイグイ,グイグイやる感じがあるので脱着っていう意味ではリンプロイザドに群馬 がが上がるかなという感じで、すかねであとは、このリンプロに関してはもうカタログスペック上も UPF50 プラスって書いてあるので UV カット率が99.5かなかなり高い UV カット率になってますっていうところとなんか特殊な金属子を入れてるっていうことがあってまあそれによって UV カットだとか接触冷感っていうのを担保してるみたいですね。あとはここにこうブランドロゴがね入ってるんですがこれがリフレクターになっているのでちょっとリフレクター効果も高いよということですかね。で、こちら日本製ということもあってやっぱサイズ感とかも絶妙ですね。さっきの腕の長さとかも もね、この辺でベロシはちょっと残ってましたけども、ちゃんとこの辺でバッチリ切れてるので、で、基本的にはリンプロのは、やっぱりリンプロのブランドっていうのが、元々は旅とか街乗りとかをテーマにしてるので、こういうほんと普段着みたいなものに、ね、使ってもいいですよっていうところで提案されてるので、しっかりここもね、止まってくれて、長さもぴったりで、こういう T シャツの下とかにこうやってつけて、夏街乗りでも使いやすいっていう効果がありますんで、そういう意味ではそういう街乗りの方とかもね、ぜひこれガンガン活用してもらいたいなというふうに思います。こちらも色がね、ブラックとホワイトあります。 本当にさっきも言いましたけど、白の方がね、放熱効果っていうか反射効果が高いので、好まれる方多いですけども、黒でシックに決めるというのもありかなというふうに思います。 はい。という感じで今日はね、アームスキルの紹介なんですね。って、個人的には、サイクルジャージ着るときはイザドワかなっていう感じですかね。街乗りとか、あとはなんか別にこれ、サイクルジャージで使っても売っていっても全然おかしくないと思うので、そういう意味では結構コスパ高いなと思ったのはこのリンプロのやつもコスパ高いなと思いましたね。そのあたりでちょっと迷うところかもしれませんね。ちょっとイザドワイザドワでこういう特徴的なこうね、なんかリストのところとこロゴ入ってんのが僕はすごい気に入ってるので、どうしてもこのデザインで選んじゃいがちな人なんでこれいいなと思っちゃうんですけども、昨日 基本的には結構この辺も全然遜色ないかなと思いますんで、この辺りが一つおすすめ。あとは、まあ、なんか、コンプレッション強めの、本当に普通にあるアームスクリーンってうとあれかなっていうのを欲しい方は、ベロシオのやつがいいかなというふうには思います。ただ、脱着のしやすさが圧倒的にエゾドアリンプの方が高いので、どうなんですかね僕は結構その辺気になっちゃうので、なんか色々色々こうね、付けるものが自転車って多いじゃないですか。それでこう、アームスクリーンにこう、一生懸命やるとかっていうのは、ちょっとなんかあんまり僕好きじゃないので、そういう意味ではこの辺のニット系がやっぱりいいかなって思っちゃう。 です。が、そのあたりは好みだと思います。はい、というわけで今日の動画は以上となります。いいねと思った方はいいねの方とあとチャンネル登録ぜひ宜しくお願い致します。あとインスタグラムもやってます。インスタグラムもいろいろこういったものの紹介だとかライドの様子の紹介だとかいろいろやってますのでぜひフォローよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。Life is like riding a b i c y c l はい、ありがとうございます。この間ね、その35度超えのライドの時に、イザドアライドやったらめちゃくちゃ楽しかったんで、また皆さんぜひ来てくださいなんですが、もうめちゃくちゃ楽しかったんですけども、その時に特にね、自分が買ってよかったな、持ってきてよかったなと思ったのは、今紹介したアームスクリーン。これは本当に良かったです。自分の中でもちょっとこんだけ暑い中で使ったことなかったのだけど、本当にいいなと思って、ちょっとこっから欠かせないなと思ったのがまずアームスクリーン。 あともう一つがやっぱりアソスのヘッドギアですかね。こちらも僕ね、前は使ってなくて、サイクルキャップは似合わないし、あとなんかやっぱちょっと熱く感じるんですよね。ヘルメットなんかこもるから。なので僕は夏は大体もう直接ヘルメット被る派だったんですけども、やっぱりこう汗がダラダラ垂れてくるんですよね。下向いた時とかヒルクライムする時とかにこう垂れてきてサングラスが汚れるのがすごい気になったりしてて嫌だなと思ったんですが、ヘッドギアをしてそんなにそういうのがなくなるとは、まあ思ってなかったんです正直。ヘッドギアだとサイクルキャップほど似合わなくもないし、 髪型もねそんんななな気ににしししくてててていいしいいかかとと思思っっっっ試買買みる今年買ったんですがめちゃくちゃ良くて、汗がね、こう、下垂れ落ちてこないってよく言うんだけど、別に垂れてくるぐらいいいじゃんと思ったんですが、垂れてきた後に、こう下向いた時にサングラスが汚れるとか、あと下垂れ落ちてクワットロックにつけてるスマホにこう汗が垂れるってめちゃくちゃ気持ち悪いというか嫌なんですよね。それがなくなるっていうのの効果がこんなにこう、ストレスないものかっていうのを改めて感じまして、現地着いた時にこう、ヘルメット脱いでもね、サイクルキャップ被ってる人って、 いいなってずっっと羨ましかったんですけどもヘッドギアがあると、なんとなくそれなりに見えるというか、ちょっとしちゃんみっていうか、なんかマッチ味はあるんですけども、それなりに見えるから髪型そんな気にしなくてもいいしいいなみたいなところもあって、なんか二つぐらい、すごく大きなメリットを見出したんですよね。だからちょっとあのヘッドギアはもうやっぱりもうちょっと欠かせないなと思って。ヘルメットでサイクルキャップ被ると狭くなってちょっと頭痛くなっちゃうとこもあったんですよ、僕。結構頭でかいんで。ギリギリなヘルメットだと、なんか厚さがあるから。それもね、あのヘッドギアだとあんまりないんですよ。 全体的にこう、ボリュームが出るわけじゃないから。という意味では、あのヘッドギアはね、ぜひちょっとお勧めしたいなと思いますんで、この夏買ってよかったものっていう意味で、アームスクリーンとアソサヘッドギア。この二つはね、ぜひ試してみてほしいなと思ってます。